はい、こんにちは、竹下敦です。こちらはね、フェンダージャパンストラトキャスター、あら、これどうなってる、こうか、カッチ、名前が決まりました。はい、今多摩川でね、古墳みたいなのを作ってるんですよ。何の古墳なんだかわかんないんですけど、実はね、あの多摩川のちょうどその今古墳みたいなのを作ってるところに、うちのうちで飼ってた犬のね、アンディっていう、シェットランドシープドッグの、犬がいたんですが、オスのね、ちょうどそこの位置に古墳みたいなの作ってるんですよ。でね、あの毎日そこ行ってあの写真撮ってるんですけどね、ある時からなんかこう古墳みたいなものを作り始めたけど、なんだろうなって話してたんですけどね、多分堤防なんじゃないかと思うんですけど、まあちょうどそこにね、アンディが埋まっているんで、このギターの名前はね、アンディにしました。はい、最近だと一番ね、あの手にすることが多いんでね、やっぱりギブソンはね、かなり仕上がってきてるんですよ。ただやっぱりまだこのストラト君はね、フレットのすり合わせも終わってないんでね、ここら辺の音がね、曇るでしょ。なんとかしたいんですけどね、まだフレットのすり合わせがうまくいってないんでね、まあ、どうしても触ってる時間が長くなるんです。はい、やっぱりここら辺の、2弦この辺になるとやっぱりちょっとサスティンがね、中華にしますか、チャーハンにしますか、もう一回言ってみていい、っていうピブ知ってます、あのグループ魂さんとチャーさんがやってる、昨日は半チャーハンでしたよっていうあれ面白くないですか僕はフェンダー系はね、そんなに、まあ所有持ってたことあるか、あの弾くの難しいテレキャスを持ってたんですけど、まあチューニング合わないしね、フレットはなんか思い出せないや、まあいいや、ローズウッドじゃなかったんでね、まあ弾きにくかったんですけど、まあその当時それしかギターなかったんで、それでレコーディングした音源残ってるんですけど、今の俺よりギター弾けてんじゃんみたいなね、やっぱりね、なんかだんだんとブルルルって弾けなくなってっちゃうんですよね、なんかこうブルルルってこう弾けた時もあったんだけど、こう今はなんかみたいなね、でもあんまり年いっててこうブルルルルっていうのはなんか、ね、一生懸命感が漂いすぎてちょっとこうなんか哀れに見えたりするでしょやっぱ B.B. キングさんとかね、もう座って、みたいなのでね、こう、グーってみたいなので、ああいうのがかっこいいなと思ったりすると、お年頃になってきたんで、はい、もう皆様にご紹介します。で、ストラトキャスター使用番外編、名前がアンディ君に決まりました。はい、アンディ君。よし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 。よし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 、ああ、もうギター界の畑正憲みたいなの目指しちゃうみたいなね、あんまり下品なことするとジェイクに怒られるんでやめてきますね。ということで名前はアンディに決まりました。はい、アンディ君です。
はい、こんにちは。はい、とっても可愛いやつです。まあちょっとね、指板がどうちゃらこうちゃらでサスティンがあだこうだなんですよ。まあというわけで、名前はアンディ君に決まりました。つまんない動画ですいませんね。自分で面白いと思ってんですよ。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。はい、See you soon です。